どうも、バーンです。本日2023年12月6日、時刻は夜となっております。本日ですね、立花隆 vs サーファー隆、こちらの方のですね、裁判、決心したということで、簡潔にまとめてレポートしていきたいというふうに思います。どういう内容かというとですね、まあ、単純です、これは。立花隆さんの方がですね、原告になって、サーファー隆さんに対して、まあ、誹謗中傷を、侮辱を繰り返している、10万円払えという裁判です。で、本日結審で、結果的にはですね、サーファー氏敗訴です。立花氏に、サーファー隆、3万円払えと、まあ、もともと10万円払えという請求だったんですけども、裁判所は3万円払えというような、裁判結果となりました。で、ところがですね、立花さん、控訴されるという意向を示されています。理由は、額が少ないぞということらしいですね。10万円にしようということなんですかね。まあ、どこまで揉めるのやらといったところではありますけども、この控訴の理由はですね、まあおそらく、まあ今現状非常にヒートアップしているお二人ということもあって、まあ立場氏としては、ただじゃ済まんぞ、このままじゃ3万円じゃ済まんぞというようなことだというふうに思います。で、さらに立場さん、サーファー氏のお母様も別に訴えてやる。訴求金が、金額は1000万だというふうに、おっしゃってますね。ただこれはね、前にも言いましたけども、さすがにね、ちょっと無理筋かなとバン TV は予測します。で、まあ、今回決心してですね、まあ、判決の書面がね、出てきたということで、サーファーさんの方からですね、情報が少し出てきています。ポイントは、ほにゃららと言った。これはサーファーさんのところで確認してください。で、これがですね、多分侮辱的行為というふうに認められたんだろうなというふうに思います。それ以外はですね、特に情報が出てきてないんですよね。なので、これさえ言わなかったら、まあ良かったのかなと言ったところでありますけど、もしかしたら他にもあるかもしれませんけども、とりあえずこれは良くなかったということですね。で、サーファー氏もですね、これさえ言わなかったら良かったのかというふうに勉強したというふうにご発言されています。で、まあ先週来よりですね、とにかくこのお二人、立花隆とサーファー隆がですね、非常にヒートアップしておりましてですね、これがですね、先日ね、こういうこともあったんですよ。立花氏と黒川氏の裁判です。これ、立花氏と黒川氏、これも名誉毀損の裁判なんですけれども、この裁判の、途中の期日の、何回かの期日の時の裁判ですね、東京地方裁判所、同じところです。いつもの看板の前です。裁判所っていう看板の前。でそこでですね、立花氏とサーファー氏が、ね、大バトルになってしまったんですね。もう顔とかはこんな違うなって言ったの。まあ、そういうことがあったんで、まあ、非常にヒートアップしているということですね。で、さらにですね、ここもちょっとポイントなんですけども、サーファー氏に対してですね、立花さんが財産開示請求をしていると。なんか、あんたさ、サーファー氏、お前、住所が住んでるとこと、住民票が違うんちゃうかっていうね、いうふうなことを、まあ、直接面と向かってね、やり合っておられましたですけれども、まあ、そのことについてサーファー氏は特に言及はされませんでした。でね、まあ、そこでもですね、いろんな方がこう取り囲んで、なんかこんな看板、持ってる人とかいて、スラップ焦燥は許さないとか言ってね、いう風な、サーファー氏応援をするような方もおられたりとかしたんですけども、これはスラップ焦燥かどうかというとですね、僕の考えとしては、これはスラップ焦燥だというふうに思います。ただね、スラップ焦燥って言い方なんですけども、これ俗に言う言い方です。別に定義は何もないです。スラップ、どういうことか言ったらですね、強いもんが弱いもんに対して、俺ら、黙っとれっていうのね、まあ往復ビンタするようなスラップですね。そういうような、行為を、俗にスラップ訴訟って言うんですけれども、まあ、
強い力を持った人、立花さんですね。サーファー高志という弱い立場の人。この構図の中でですね、やっぱり強い立場の人がお前黙れっていうようなことはスラップ訴訟なんじゃないかなというふうなね、そういう意見をお持ちの方がやっぱり一定数おられると。僕もそう思います。ただ、ここでもちょっと謎めいたところがあって、選挙ウォッチャー千代さんという方がおられまして、この方は、立花高志さんに叱らけられたスラップ訴訟と呼ばれる、そういう、裁判が昔あったんですけども、そこでね、千代さんは勝訴されてるんですね。で、それ以降ですね、まあ、水を得た魚かのようにですね、もう連日連夜、もう千代さんは立花高志さんにですね、もうそれこそ、もうみそくそボロカスのようなですね、論調、言論活動を繰り広げられています。ただ、立花高志さんは、千代さんに、一度はスラップ訴訟で負けていられるからもう諦めているおられるのかどうかはわからないですけども、どういうスタンスを取っておられるかって言ったら、立花高志さんは千代さんに対してどういうスタンスを取っておられるか言ったら、アホ相手にしたらアホが映る。バカ相手にしたらバカが映るやったかな。まあ、アホ相手にしたらアホが映るやったかな。まあ、そういうような、なんか、漫才のようなですね、見解を述べられるにとどまっておられて、現状を千代さんがいくら、みそくそボロカスに立花さんのことを言ったとしても、立花さんはアホが映るからアホに構わないというようなスタンスを取られているということですね。これもちょっと、なぜ千代さんが許されてた、立花さんね、なぜ千代さんを許してサーファー高志を許さないのかというのもちょっとなんだかもう一つよくわからないところではありますけれども、やっぱりあくまでもですね、このこういう裁判とかいうのは民事訴訟なんですね。被害を被ったとされる立花高志さんが、ご本人が訴えないことには何も動かないと。なのでご本人、立花高志さんが千代さんを訴えないということであれば、もう連日連夜千代さんは、立花さんのことをみそくそぼろかすに言ったとしても、立花さんはちょっともう現状を、とりあえずは、君はもうアホだからアホが映るから相手にしないと、なんだかよくわからないコメントで終わっているということですね。はい。あと、ちょっとここまで言っといて何なんですけども、そういえばね、千代さんがね、こんなね、挙動を示されたことがありましたね。サーファー氏とつるんで、立花高志をぶっ、みたいなね、そういうような、挙動を一緒にしましょうっていう時に、確か千代さんね、それはお断りしますってなんか言ってはったような気がするんですよ。ということは、千代さんは、このね、ブービーワードというかですね、禁句ですね、侮辱に、相当するような、そのワードを、意図的に全部避けられているのかなというふうにも思いますね。ただ、僕もね、千代さんの配信を全部チェックしたわけじゃないんで、もしかしたらこのブービーワード踏んでおられるかもしれないですけども、そういえばね、一回もなかったかもしれないですね。あと、加えて言うなればですね、元 NHK から国民を守ると、副党首の大橋正信さんですね。まあ、この方も連日連夜立花高志のことを、もう、言論的に、攻撃するような論調で YouTube 発信されてます。ただ、この方も、今、立花高志に対してみそくそボロカスの言論なんですが、このワードは確かに、言っておられなかったかなというふうに思いますね。もうちょっと具体的に言うと、身体特徴を侮辱するような内容です。なので、これはやっぱダメだったんだなと言ったところですね。そういうところはあろうかと思います。まあ、でも何度も繰り返しに言いますけども、僕もその大橋正信さんの動画を全部チェックして、このブービーワードを踏んでるか踏んでないかを全部チェックしたわけじゃないんですけれども、どうやらそういう傾向があって、で、しかも立花さんはそれを見極めておられるのかもしれないです。怖いですね。あともう一つですね、スラップ訴訟の要素が小さいです。どういうことか。立花高志さんはですね、現状を議員さんじゃないんですよね。で、議員さんの秘書とかでもないんですね。で、党首、それから何らかの役職についておられるというわけでもないんですよ。
なのでそこがね、千代さんの選挙の時とね、大きく違うとこなのかなというふうには思いますね。だから言うたら一般人同士の裁判ということになります。なんですけど、僕がなぜスラップ訴訟なのかというとですね、やっぱり橘隆さんはですね、やっぱり権力を持っておられると僕は思います。議員さんじゃないですけれどもね。ただ裁判所はそうは見ずにですね、現状橘さんはただの人であると。千代さんが橘さんに訴えられた時はですね、橘さんは議員をされていたと。この違いがね、大きいんじゃないかなというふうに、バンは分析いたします。そういうことでやっぱり裁判所は杓子定規なのかなというのがバンの見解ですね。はい、本日以上です。ではでは。つくみん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